slow down オーバーホール、はい、って感じです、うん、あ、オーバーホール皆さんこんにちは、るりこです。このアングルということは、はい、今から故障してしまったデートナさんを引き取りに行きたいと思います。1ヶ月半ぐらい時間が経ってしまったんですけども、修理自体は半月前ぐらいには終わってたんですね。なんですけど、ちょっと私のタイミングがうまく合わなくて時間が空いてしまったんですけども、今から愛しのデートナちゃんを取りに行きたいと思います。以前あげたね、デートナの故障しましたっていう報告動画でたくさんね、ご意見コメントをいただきましてありがとうございました。どこが悪かったのかっていうのも含めて今回ですね、スタッフさんにお話聞ければと思います。久しぶりトランポも久しぶり。もう丸ごとなんで、今回変えたのも丸ごとなんですよ。これ中モーターなんですけど、要するに焼き付いてるってことなんですよ。こんなズタズタにならないんですけど、しばらく走ったからですかね。いや、これは長く乗ってもらってるからです。あ、なるほど。結局回ってる時間ほどって感じなんで、もうあれなんですよね、エンジンかかって一応ファン回ったんですけど、とにかくこう弱いっつうか、女子高生が持ってるファーってやつみたいな、ふわーっていうぐらいしか出なかったんで、もう 100% これだなと。なんでそのエンジン自体は問題ないのと、冷却水が入ってたんでいいんですけど、走って止まった時のその冷却の唯一の要がもう弱くなってたんで、冷やしきれなかったっていう感じです。それで吹いたんですか？蓋がダメだったっていう説もあるんですけど、おそらくあれはやっぱりオーバーヒート起こして吹いた。このまたがってここのところで冷却水ボコボコボコって沸騰してたからっていう感じです。もう冷やしきれなかったんでそうなっちゃったっていうところなんで、一応新品変えてエンジンかけて完全暖気状態で、まあ、ほっといても、はい、まあしばらくはもう大丈夫だった。よかった。じゃあこれなんですね。これです、はい、一旦は今回冷却水補充、はい、出ちゃった分補充して、はい、あとは一応 USB 変えて、はい、でヘッドライトが LED で、あ、なんとかいけねえかと思って行きましたありがとうございます。こういう風にさせてもらったんですよ、はい、でここのカバーを、はい、この大きさで切り抜きました。で一応水入らないようにはやったんですけど、洗車ってします？洗車、あんまり拭くのが多いですね。であれば万が一大雨走っても一応隠れてる部分なんで大丈夫だと思います、はい、じゃあ洗車するときはここ水かけないように、なんかビニール、はい、簡単にでもいいんでガサッとかぶしてもらった方がいいかもしれない。わかりました。おー、なんか新しくなった。夜の方が多分わかりやすい。おー、あー、やった。なんかオレンジが気になってたんですよ。まあ、確かに。ご視聴が、これでしたね、はいはい。これ元々なんですか？あ、これはそこだけ変えたんですよね。ありがとうございます。新しいいつもやってくださる方、オーバーホールって感じです、はい、あ、オーバーホール、はい、次はオーバーホール、はい、カメラ目線じゃないちょっともしかしてなんかやらけえなっていう気がするんで、はい、まあこれとかと、はい、フロントもオイル漏れしたとか、はい、あ、いや、特にないですね。まあ、なので、まあ、次のネタとすればちょっとこれやるしか実際にトップスケール
出したりとか、はい、されるじゃないですか、はい、その時でやっぱり足回りはちゃんとしてた方がいいかなっていうのもあるんで、そうですよね、はい、どんどん大掛かりになっていく、やるところはだんだん高額な部分には、まあそうですよね、おじいちゃんだから、おじいちゃんだから、そうです、そうです、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ積んで帰りたいと思います。無事にレートナさん戻ってきました。あと今二輪館でね、こういうなんかグリップヒーターがあったから買ってみた。なんか汎用品でカポって取り外しができるやつ、 USB で電源取るやつ使ってみよう。はい、では無事にねレートナさん帰ってきましたので、またしばらくは何も起きなければいいんですが、またまたデートナさんとのツーリングを楽しんでいきたいと思います。本当にたくさん相談乗っていただいてありがとうございました。本当いつもありがとうございます。また何かあればよろしくお願いします。はい、というわけでデートナさんとデートナさんが戻ってきましたという動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ルリコ LINE 公式アカウント始めました。ぜひ友達登録してください。